今回は本当に残酷な中国史大著史実願を読み解くを紹介します。紀元前500年から1500年間の中国の歴史を描いた史実願は1万ページ全294巻にも及ぶ空前絶後の大作である長い歴史の中幾度も繰り返される激しい権力闘争と粛清。 そして、桁外れの蓄財など、社会の負けの側面は、現代中国にそのまま共通する。また、虐殺や職人など、戦慄すべき悪行の数々。その一方、命を捨てて義を貫く、スーパー善人も数多く登場する。この大著には、 中国人の倫理観や歴史観に影響を与えてきた事実が詰まっているのだ。私たち日本人の多くが持つ疑問「更新申し」の時代の道徳がなぜ現代中国からは感じられないのかについてもその答えが見えてくる歴史から現代を学ぶ画期的な一冊「想定ジ数」。 実に1万戦国時代から北宋の建国直前まで1,400年に及ぶ中国波乱の歴史が綴られた歴史的大著芝の史実その分量の膨大さに加えて「変年体という読み方さと内容の可烈さが影響したのか歴史書としても実用書としても古くからその存在の重要性が評価されながら かつて一度も日本で全訳されたことがない幻の書である関連書籍も少ない本書では、その膨大な本文及び注釈の中から特に日本人には到底行うことができないばかりか、理解することも信じることもできないエピソードが枚数の許す限り集中的に取り上げられている。筆者は 芝公は書きながら血の涙を流していたに違いないと述べているが自分も読みながらそういう気持ちになった内容の強烈さがゆえに最初の100ページほどは読み進めていくのが少し困難であったがそのうち慣れたそして読み終わった後はそれまで頭の中には全く存在していなかった知識と理解が確実に生じていると同時に こんな本は本当は読みたくはなかったのだが読んでおいてよかったという大変矛盾した感想が得られる一冊である以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします